ございます。今日は前原集会所の体力測定に伺っております。では今年から理学療法士として入られた集落支援員の甲斐春香さんの方にもご挨拶をお願いいたします。理学療法士の甲斐と言います。今後は半年に1回各公民館を回って体力測定を行っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。おはようございます。健康推進支援っていうふうに改めて名前が集落支援の名前が変わりました。で主に集落支援は地域の活性化とかに取り組んでいますけど健康推進課に所属をしておりますので健康面でも活動をさらに拡大していこうということで体力測定を今年度から年間2回半年に1回ずつ行うようにしました。でその体力測定の結果をですね今まで皆さんにちゃんとお示しして評価をするということができてなかったので先ほど新しく入っていただいた甲斐さん理学療法士なんですけど甲斐さんを中心に評価も行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今までは温泉病院の理学療法士の方に来ていただいたんですよ。でももう健康推進委員で皆さんで草壁とか草壁南部北部それから野尻河原地区皆さんいらっしゃるんですよ。健康推進でいう仕事をされている方がその方も体力測定に各地区にサポートに入っていただいて短時間で体力測定が終わるようにしていきたいと思います。それこそじゃがいもどもな、うん、半分と言わん一晩に掘ってしまった、うん、毎年来るでしょ、うん、去年までうちのえらい子供だったよ、うん、今年はもう今まで根拳な壁すじゃったわけよ。来たところが何回したこれ一晩に。ああ、それかわいそう。おかしくしてたまらんことあるばってな、どんこしようがにあったよ、こればっかりな、うん、自分の不注片足でどれだけ登ってると目標は2分です。目標2分ちょっと近くにいただきます。成り立ちがあるか。ちょっとついたらいいかんですね。はい、はい、分かります。ちょっと色があって、じゃあ200ケロで見た感じはね、しなったと思いますよ。普通の感じだった。これはね、違う何してる感じ色がどうしてナンバーばかりいつまで映しちゃう。そしたらですね、一応体力測定はこれで終わるんですけど、途中で8月に
リモートによるこの画面を通してですね、役場の方から解散が役場の方から結果を言われて、そしてこのここに映し出してですね、体力の表を映し出して査定があります、査定成果ですね、こういうところを注意してくださいみたいな説明があります。そしてまた2回目が12月にありますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。BBC.